こんにちは、キーチャンネルです。本日は今年の夏に登場する針葉樹の覚醒前の姿をご紹介いたします。で、新たな王子様のお名前はシンです。本日は覚醒前の姿をご紹介。暦の国の王子だそうです。声優さんは加藤和樹さん、ちょっとわからないです、ごめんなさい。どんな声やってるのか知ってたら教えてください。和風ですね、和風で、さすが暦の感じの何柄っていうのかな、着物を着ていてモフモフがついてる、モフモフかわいい。髪の毛がちょっと長髪ですね。で、なんだろう、秋っぽい感じの服だよね。どういう感じなんだろう。いや、水墨画を得意とる。常に冷静で広い視野を持ち、圧倒的なカリスマ性で人を従える。その一方で、目的のためなら人を切り捨てて冷酷さがあり、家臣たちを、何これ、軟縮させて、なんとかさせることも怖がらせてるのかな。はい、カレットはどのような声が待ってるのでしょうか。感じです。目のところに何かデンって、ちょっとこっちでは見にくいですね。によると目のところに手袋みたいな赤いのが両方ついてる。そして声優としても活躍中の加藤和樹さん、ごめん、わかんない、調べておきます。またということで、本日は以上となります。新しい王子楽しみですね。お茶なのかな、石を貯めておきますね。ということで、よければチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもお待ちしております。